今週も始まりましたパチタン TV。 今回も企画会議から始めていくんですけども、今回のメンバーすごいですね。あ、何がすごかったって、はい、この4人の時、うん、プラス1万3000枚ぐらい行ってるんですよね。そんなに出ましたそんなに出ましたあれ多分そんなに出ましたっていう感覚僕らのやつ多分葵ちゃんだけあるんでしょうねそうですね、橘さんも、確かに橘さんも、いやでも半分出してるわけですから1万3000枚の。ゆいが足引っ張りました、すいません、ね、大変気持ちのいい1日でしたね、はい、ですよね。そしてそこから300ゲームでございます、残りゲーム数1373ゲームです。さあ25セット目が終了でございます。グラフがえぐい、もうスコーンとなっておりますが、はい、非常に楽しめた凱旋だったのかなと。我々巷では神回メーカーと呼ばれてます。あ、変わりましたね、油乗ってるから、はい、変わりましたね。まあ呼ばれてますから、はいはい、なんか前回そんなに強気ではなかったような気がするんですけど、あの前回結構マジな話、僕手術後、そうですよね、そういえば本当直後やったんで、左耳だけ一本でやってましたけど、はい、まあ、右耳もありますんで、あの時だから僕あんまり出してなかったんですけど、あ、はい、あ、もう倍ぐらいの力と考えてもらって大丈夫です。耳で換算してるんですよ全然違いますね、耳の分だけ出るんですね、全然違います。やっぱ平行感覚って左右あってこそなんで、そういうことか、多分出番音も変わってきますもんね、全然違います、はい、なるほどちょっとやっぱ前回、これの放送分の前回分がそのモロゲンさんが大工のゲンさんで4万発5万発みたいな、すげー出た時がありまして、はい、すごいですね、まあ、我々もだからそれに続けよということで集められてますんで、はい、記憶にも新しいモロゲンさんの神引きシーンがこちら。おお、いった、表示3万発超えです。96連、あー終わりました、4万7000発で終わりです。続けよ、我々で求められてるのはあの笑いとか、はい、綺麗さ可愛さかっこよさ、うん、その全くないです。え、いらないですか。いらない、玉だけ、玉だけ、玉だけ、出しゃいいんですね。出しゃいいです、はい、一番心強いですけどね、阿部さん出しゃいいが出しましょう今日も。あ、そうですか、最近たくさん買った記憶がないんで。あらま、私もあれ以来ないんですよそんなあれが最後のあの線香花火が消える時みたいな消え方派手でしたけどね、だいぶ消える前最後のあのボッてやつ、あそうか、今燃えかすです、まあ、機種のラインナップもやっぱガラリと変わりましたんで、そうですね、一応聖夜の設置はあるみたいなんですけど、はいはい、台数が少ないので、そうっすよね、ちょっと取れるかの問題も発生するんで、あと政宗2ぐらいですかね、私出せそうなのは。まあでもあの派手な絵とか、うん、その引くも引きゃいいとかそんな全くないんで、地味な絵でも出りゃいいんでいやということで今回の企画はあの神回再び。かなり難しいが目指すところはプラス13290ポイント。派手な実戦で神回メイクできるのか。